なってから、やっぱ時間前から。あ、でもこれもう始まってますね。始まっちゃってるんじゃないですか。はい。最後になりましたね。はい。皆さんこんにちは。こんにちは。ブリッジです。よろしくお願いいたします。はい。いやー、この、チャイムでいつもスタートして。え、これで、今回で7回目？そうですね。今日7回目かな。7回目の配信。うん。ですね。いや、年度末っすよ。あ、年度末ね。もう、2024年3月30日ですもんね、今日ね。うん、もうあさってから新しい新年度。新年度ということで、はい、ね、新しい新生活とか、新しいこと始める人も、増えてくるんじゃないかということで、はい、はい、はい。まあ、今回のちょっとテーマも考えてみましたよ。ブリッジ。ブリッジの今後。どうこの、他人任せな感じ。他人任せな。で、教えてもらうそう、今後、俺ら今後何してこうかっていうのをちょっと打ち合わせしたときに、はいはい、え、みんなに聞けばよくねみたいな。そう。それぐらいちょっとね。そう。いや、意外とでもこう、みんなに聞こうって思う理由もあって、うん、その、ずれてるんですよ、僕らって結構。あ、僕らの視聴者の層が結構若いじゃないですか。そうなんだよね。10代、20代の方たちがすごく多いから、うん、で僕らも、もう知ってる方も多いんで、あれです、うん、40代じゃないですか。うん、そうですね。もうだからそうなってくるとね、そう、僕らがなんかこう出したいものっていうか、出したものと、うん、こんな需要が違ったりとか、はいはい。することも結構あって、うんうん。で、もう悩むの辛いじゃないですか、それで。うん、うん。そう。だから、それだったらもう聞いちゃった方がいいんじゃないかっていうことで。はい。そうなんですよ。ぜひ教えてください。はい。チャットに書き込んでいただけると。なんか、こんなことをやってもらいたいとか。うんうん、うん。そう。こんな活動もいいんじゃないですかとか。なんでもいいですよね。そうね。うん。うん。はい。まあ、もちろん、皆さんのこともいろいろ聞きたいので。その、ね。なんか、こう、2024年度になるんで。なんか、これから何、新しい大学に行くのか。新しい会社に入るのかとかいう人もいるかもしれないですよね。ねえねえ、うん、そうそう。ぜひぜひ皆さんの新しい2024年度の話も。そうですね。うん。チャットに書いてくれれば。はい。お互いこうね、意見出し合いながら、はい、ね、なんか悩んでることとかでもいいですよね。あ、そうですね。僕ら答えられることがあれば。生放送でいければ。ね、やっていきましょう、やっていきましょう。はい。だからぜひチャットで送ってください。はいはい。はい、なんか、その、だからこれからこういうのやっていきたいって、うん、なんかこう考えるときに、うん、じゃあ今まで、なんか何やってたかな、みたいなのを、こう、思い出したり、するじゃないですか。うん、結構、見返したんですけど、うんうん、すごいです。もうだから、400本ぐらい。え、そんなにいってんのか。出してますよ。本編、横画角、含めたらもっとあんのかな。そう、ショートで結構ありますよ、でも。なるほどね。そう、まあ、3日に1本とかのペースで。まあそうっすよ。ずっと3日に1本学ランタクイが出てくるんですよ、世の中に。そう、だから結構、ありがたいことにかなり認知してもらえるようになって。ああ、それは、うん、うん、そう、ああ、なんか見たことあるっていうのは、ね、そうそう言われるようになったんで。うん、はい。まあまあまあ、あれですけど。だからいろんなことやりましたよね、ショート。ねえ。何覚えてる？ショートって、あれですよね、うん、このシステムになってからですよね。システムって言ったらシステムって言ったらダメな。学ランと吐くよね。ね、その学校シリーズになってからですもんね、そうね、それから試し始めて。そう。だから、今こうやって結構、うん、もうなんか、ちょっと楽しくやってるじゃないですか。うん、ボケツッコミじゃないけど、うん、笑いもちょっと入れたりしながらとか、やってますけど、最初なんかでもすごい真面目にやってましたよね。学校でも、ちゃんと、うん、ビフォーアフターみたいな感じで。はいはいはい。やってましたよね、しばらくね。うん、やってた。そうそう。なんか、どっから値段になったんだっけ？シャッターシャッターか。あれじゃない？多分。これね、この。そう、シャッターっていう、だからさ、ゆうりくんの、うん、そう、歌をやったときに、うん、そう、シャッターを、あれ、シャッターってこのカメラのこっちじゃないですか。普通にシャッターって。うんうんうん、だから、それをこっちっていう、そう、ボケをして、初めてバーン頭突っ込まれたっていうところが、うん、あれは僕結構面白かった。自分も面白かったし、ね、そう結構なんか反響ありましたよね。そう、あった。そう、当時、割と交流あった人にむっちゃ言われて。面白いって言ってくれました。めっちゃ面白い。あ、ほんとよかった。あのぐるぐるメガネは何なんですか？あれ、ぐるぐるメガネでしたっけ？そう、あの時ぐるぐるメガネ。うわぁ、ぐるぐるメガネは春さんの案ですからね。
だから俺は普通に顔で やりたかったっすけど、なんかぐるぐるめがねが面白いって言い出して、そう、それからちょっとぐるぐるめがねやるようになりましたけどね。そう、あの、規定列大百科のね、弁蔵さんのイメージ、ね。そうだそうだ。だから帽子が完全にまずそれっすもんね。これがほら、そうそうそう、もうちょっと昭和の感じだから、うん、あのぐるぐるめがねがっていうので、やってったら、ハルさんしか受けてねえんだもん。うっそー、いや面白いよ、毎回見るたびに面白い。あれ、あいつ気持ち悪いっすよね、面と向かいたくないっすよ。いやですよね。で、あの時に限って結構画面結構ズームで撮るから。そう、いろいろやった、ね、そう、よければ古い動画ですけど、ね、はい、あの、ぜひ見返してもらいたいですよね。まだ、だからほら今知ったって人もいるかもしれないじゃないですか。ああ、そうですよね。僕らのこと、うん。そうですよ。あとは、ほら、客再生とかもやりましたよね。やったね、客再生。もう1年以上やってない。やってないか。うん、あれでも何パターンかやりましたよね、何パターンかやりましたね。だから逆にした時にちゃんと聞こえるかどうかみたいなのをやったんすよ。はいはいはい、やったやった。そう。したら、うまいんですよ。めちゃめちゃうまくて。で、俺結構、俺も結構頑張ってる方であると思うんですけど。いや、うん、全然。頑張ってる方なんですけど、うん、もう全然それがもう何にもなんないぐらい。だから何だったら下手になっちゃうぐらい。俺が。そう、それぐらい上手かった。あれ。あれ、あれね。でも僕はもうなんか理屈っぽく考えてた。なんかシーンと母音でこう書いてってってところですもんね。そうそう、うん、で、裏から読んでってみたいなことですよね、結局。ジュン君耳で聞いて。あ、それやつ、あれ逆にすげえやぞって。あ、だから、あの、練習の仕方がだから違くて、うん、だから、あの逆再生の時だけ、別になるんですよ。なんか練習するのね。俺はもう外でやって、そうそう、ハルさんはここでやってみたいな。だから練習の仕方が違うから、うん、俺はだからそうね、耳で覚えないと無理なんですよね。その、クワンウェンウェンウェンみたいな出てくるじゃないですか、逆再生で。はいはいはい、あれを口で言って、うん、で、それで、あの、逆再生で言うと、意外といけるかも、みたいになる感じ。うん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 、そう。そう。それもあさってもらえるかな。あれ、2年くらい前かな。2年。そうっすね。結構やってないっすね。逆再生のやつぜひ。だから俺がやりたくなくなってるっていうのもありますけどね。うますぎて、下手になるから俺が。もうやる、あの、練習する時間が大変、ね。ない、そうっすね。あの場で決めてやって、すぐ練習してるですもんね。そうそうそう。あれ、そうだわ。そうなんですよ。あれでもやりたい人もね、いるかもしれないですね。ああね、うん。簡単に今、逆再生です、簡単にできるアプリもあるから。ああ、そうだ。声取ったらすぐピッと押したら逆再生になるみたいなのもあるから。うん、そう、それでうまく聞こえるか、みたいな。うん、やるといい。あとはなんだろう。かっこいい先生シリーズ、俺結構名作だと思うんですよ。あー、なるほど。わかるから、かっこいい先生シリーズとは書いてないですけど。さりげなく、ちょっと、そう。やるやつ、なんか日常的なことをさらっと先生が言ってくるみたいな。うん、そう。ね。あ、なんか書いてくれてます。ライブ配信中です、今。はい、ありがとうございます。配信してます。40代ですっていう。あ、じゃあ一緒じゃないですか。一緒だ、ありがとうございます。高校で勉強頑張ります。あ、はじめまして、普段からショートを参考に勉強させてもらってます。ありがとうございます。嬉しい。これ、高校で勉強頑張りますっていうことは、今、中3からってことでしょ？あ、違うかな。あ、そうか、高校で勉強頑張りますってことは、そうか、4月から高校生の可能性はありますよね。うん。そうですよね。ね。ですけど。いやー、いいっすね。もう、そうなんですよ。いろいろ。だから若い人たちが多いですからね。やっぱり、うん、ありがたいことに。うん。ええ、ジュン君倍ぐらい年離れてますが。倍以上離れてる学ラン、一緒の服は着てますけどね。いやー、本当に。そう。今日ちょっと親戚と会うことがあって。ああ。そうそうそう。うん、もう、びっくりしてましたよ。あ、YouTuber。こうやってるって、うん、うん。そう、まさかだと思います。だから僕、親戚の前だとこんな感じじゃないんで。どんな感じやねん。もう、それももっと暗い人です。そうなんだ。そう。まさかだと思いますけど、全然、全然大して喋んないし。だから、もし万が一見てたら、僕の親戚が、びっくりすると思うんです。あ、うん、こんな喋んだ、こいつ、みたいな。うん。へぇー。なんと思いますよ。うん。そっかそっか。歌唱法か。歌唱法いつも勉強させていただいてます、だって。ショート動画でね。うん、そう、うん、やってますけど。だから、ほんとこのままショート動画でいいのか。そうなんですよ。ね。うん、だからなんか、縦で行くのか、横画角で行くのか。うん、ね、そう。いやーでも、横画角、なんか、でもほら、この間さ、うん、なんか俺らを不安にさせてるのが、この間のほら、ちょっとキャリアサミットの仕事行った時に、あ、高校生とかね。高校生が、うん、そう、長いの見ません。もうはっきり
言われて、ショートの時代ですよねみたいなこと言われて、そう、だからそれまでちょっと横川学園行きますかみたいなこと言ってたのが、一気にそこで気持ち切れて、うん、ね、ね、だからもう、そのブレブレなんですよね、今僕ら。そう、なんか皆さん意見ください。なんか横も見たいとかね、ちょっと長めのやつが見たいのかとか、そうそう、縦のまんまでいいの、ショートでいいのか、うん、もうそれかもう、もはやもう学校やめてくんないとか。この学校シリーズもいいわみたいな、飽きたみたいなのも別のシリーズね、そうみたいな、別のシリーズって言ってもむずくないですか、無理だわね、だ学校は結構考えましたもん、うん、あのみんなが絶対通ってて、はいはい、であの絶対みんな入りやすい、うん、そう感情移入できるのが学校だっていうことだったから、うんうんうん、これにしましたけど、これ以上のないもんね、ねえ、パッと思いつかない。あとはやっぱその先生と生徒っていうので教える、うん、教えられるの位置が作りやすいじゃないですか。うん。無理だもんね、これでコンビニとかしたところで絶対無理だよ。コンビニで歌教えるやつじゃない。ねえ、わかんないですけど、なんか商品をこれ、曲名で持ってきて、これを買いたいんですけどって、ピッチでそれで教えるみたいな。続かなそう。続かないですよね。一本ならやってもいいかもしれないですけど。うん。絶対無理だもんな。温めますかじゃないよな。まあ、マジで、だからすごくいい案ではあったっすけど、これがね。まあね。うん。そう。でもなんかな、だからその結構、うん、これ個人的なあれですけど、うん、でも名前まで覚えられるようになりたいなって僕はあります。はいはい、あ、なるほどね。これなんか僕の今後のっていうあれかもしれないけど、うん、なりたいもの今後かもしれないですけど、うんうん、名前覚えられるようになりたいなっていうの、なんか黒い方と白い方じゃなくて、黒い方、いや黒い方とか、うん、その唇とかそういうのは言われますけどそうだから、そのインパクトっていうか、この特徴で言われるんで、うん、そうだから、なんかだから、あの街中でもちょっと傷ついてもらったことはありますけど、うん、やっぱ名前じゃなかったですよね、はいはい、ああなるほど、そうなんか、あ、見てますけど、あの出てますよねっていう感じだったから、はいはいはい、はい、そう、それはパターン多くないですけど、知ってる人は。あ、確かにそうかもしれない。ね、うん、そう。だからなんか名前もこう。そうだね。そう認知されるようが、なりたいな、みたいな。うん、そこまでいけるといいよね。はい、うん。あ、来てますよ。私としては横もショートでもいいですよ。あ、そうっすか。うん。M1 目指してるんですかって来たよ。M1 目指してるんですか、これ全然、M1 はそんな、まあ、そんな甘いもんじゃないですよ、M1 はもう。もう恐れ多いですよ。なんかちょっと最近、うん、最近ちょっとほら、ボケツッコミみたいなのをやってるからですかね。あれもどうなんですかね、面白いんですかね、どうなんですかね、ね、そのただただ、ね、うん、ちょっとこう指導になるだけだと面白くないかなと思って、ああいうの、うんうんうん、ちょっとやってますけど。そうそうそう。うん。あ、この音域の人はこの曲が歌いやすいよとか教えてもらえたら嬉しいです。ああ、こういう今後の。なるほどね。うん、うんうん。なんか、そうか。なんかほら、そういう動画ちょっと上げたこともありますけど、うん、音域がちょっと低い人はこのキーで歌ってみたいなとかは、ちょっとそれが一番近いやつか、今までの中だとね。確かにね。でもその曲でっていうのは、あ、一、うん、回カラオケのなんかやつでやりましたね。あったかもしれない。そう、声が低い人よーみたいな感じのやつをね。まあなんか曲変えてまでやってみてもいいのかもしれないですね。そうですね。うん、全然あんなの一本に過ぎないですからね、うん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 。なるほどね。ありがとうございます、はいはい、なんか嬉しいですね、うん、面白おかしくいつもみたいに活動してもらえたら私としては、あ、嬉しいですね、そうですね、うん、このままでいいよっていうことなんですかね、そっかそっか、もう余ったりますよ僕らは、そういうの、ね、そのまま言ってしまうかもしれない。あ、解説する曲の幅増やしてほしいです、入る曲嬉しいですけど、カラオケで必ず歌えるレベルの曲、ああ、だから名曲シリーズ か結構、うん、たまにそうですよね、でもあのランキング見てやるようにはしてましたけど、うんうんうん、まあなんかカラオケのランキング今後もちゃんと見て、そうですね、挟んでくとかもいいし、ね、リクエストをもらえるとまたいいかもしれないですね、そうそうそう、曲のリクエストね、うんうんうん、なんか一応ちょっと募集してた時もありましたよね、公式 LINE か、公式 LINE なんかやってほしい曲の曲名を送ってくれみたいな、あ、まあそういう意味では今もしてて、あ、そうかそうか、そうそう、うん、あのいただいてありがとうございます、なるほど、あ、だから全然ここに今やってほしい曲を書いてもらってもいいですよね、書いてもらってもいいですし、うん、これ消えないですもんね、あ、消えないです、だから、うん、だったらもう全然なんかあの動画が面白かったとか、そういうのも聞いてみたい、めっちゃいいね、それをずっとやりますからしばらく
ずるいやつだよな。もう考えろよ。自分で考えろやってね。自分で考えろよ、ちゃんとっていうね。数字が見ねえやつよ。そうですよね。でもそういうの嬉しいですね。何か面白かったみたいな。そう、あ、見てもらってるんだなっていうのも思えるし。そう、うん。僕はシャッターが好きでした。ああ、うん。僕結構あれ好きっすね。実験。実験シリーズ。あの耳にこう。とか、そう、自由研究シリーズっていうのがあるんですよ。うん。そう、あれ完全に僕の好き勝手やってるようなもんなんですけど、なんか氷のやつをこの首に当てて、こうやって、そう、出て高温出るかとか、うん、パンストで引っ張るとか、それで高温出るかみたいなのやったんですけど、あれ俺結構好きなんですよ。俺はね、そう。あれで実際ちょっと出やすいとか。あったんだよな。あったよね。あった。なんかね、鼻のあれかな。あの、ブレスが続かないみたいな曲で、あの、なんか空気入れみたいなやつを鼻に突っ込んでもらって、でシュッシュッシュッっていいところでね、入れてもらいます、うん。あれが意外と息持ったんですよね。そう、だから意外とそういう発見があったりするから、うん、そう、あの、あ、それ以外全部ダメでしたけどね。全然出なかったけど、おでもそういうのを、とかも面白いかもしれない。ありがとうございます。あ、木ひたすら上げるやつ好きですって。あ、本当に。あれ、だから、あの、こうやってね、なんだっけ、奏でとかでしたっけ、やったの。ああ、どこもやったし、あの、なんだっけ、粉雪スラムダンク。あ、スラムダンクのやつ、世界が終わるまでは。とかもやった、うん。あれはもう、だから、あの、ハルさんに頑張ってもらってってやつなんで。そう、あれ大変ですよね。いや、大変。そう、俺はだってこうやってただ刺していくだけだもん、俺が。そうか、だから俺がいじる系ね。うん。俺がいじる、ハルさんをいじる系。うん、うん。なんか、いろんな発声とか。はいはい。そう、最近もあげましたけど、うん、あのその地声ベルティング、地声ベルティングみたいなのを俺がもうガンガン言うみたいなやつね。はいはい。あれマジ危険ですよね。あれ本当に出なくなりましたよね。一瞬で、一瞬で。一瞬で。あれ割とリアルな感じのが起こり、そう、遅れるんですよ。だからあれ、だからあながちネタじゃないっていうか、本当のメッセージ性がありますよね。ああいう遊びはあんましないでね、みたいなのが。そうね、そうね。そう、ありますよね。はい、そう。あ、すごいいっぱい来ますよ。ありがとうございます。うん。めっちゃ嬉しい。あ、木上げシリーズ奥上まで行けますからって。ええー。木上げ。いやー。え、あれってどんぐらいが最高でしたっけ？プラス 8？ プラス8ぐらい。だって奥って12でしょ？ねえ。12か。いやー。もうその高さちょっと割、結構苦手な高さになってきちゃうからね。まあ、低いところからね、いやいやうん、結構低めの曲とかだったらまだ、うん、もしかしたらチャレンジできるかもしれないんで、まあ検討しておきます。僕やるわけじゃないんで。そこも十分やろう。いや。そう、あ、終わらない旅だって。あミスチル？ミスチルね。いいですよね。いや。そうだ、あの向こうにだけ違ったっけ？あ、そうだ。そういう名曲系のやつとかね。そうか。うん、確かに結構、最近の曲に振り切ってたとこはありますよね。うんうんうん、なんか、それも僕たちの完全な偏見ですけど、うん、やっぱこの世代の人たちが見てるから、うん、そのこそ YouTube とかで人気急上昇とかに入ってるやつが好きなのかな、みたいなので、うんうん、だから結構アニソンとかもやるし、はいはいはい、そう、うん、もう、そのボカロ曲とかね、うん、ボカロ曲はマジできつい、ね、マジできついっすよ。人間歌えるようにできてないから。ね。それだけ言い訳させてください。ボカロって人間きついっすよね。しかも一応頑張って原曲キーでやるようにしてるから、そう。結構きついっす、あれ。そう。でもそこじゃなくていいんだったら全然。そういう意味じゃないかもしれない。プラスでこういうのもやってほしい。こういうのもやってほしいの？やってほしいんだ、ボカロ。ボカロもやりつつ。ね。難しいですけど。そうそうそう。でも実際、なんだろう。なんか、僕はでも本当、でもあれで声出る時もあるし。はいはい。そう、あの、ショートで、うん、実際。僕もだから、さ、ハルさんほら、実際リアルですよってさっき言ったけど、うん、俺もリアルに声出やすくなる時あるんです、全然。だから、はいはい、そう、あながち別にショートだから、うん、なんかその場のネタでしょってわけでもないし。そうですね。そうそうそう。うん、リニア、あの、叶ってることは、やってるつもりなので。うん。あー。あ、やっぱりほら、ミックス張り上げライトとかの歌い分けのやつ、好きですって。あれね。そう、だから、四角式のやつだよね。やつね。ハルさんシリーズ人気あるね。やっぱりこう見ると。
ああ。だから、切り上げとか、うん、なんかこう、発声を変えていくとか、結構春さんじゃないですか、これ。うん。まあ、言いやすいだけかもしれないですけどね。え、そんなことない、そんなことない。ビフォーアフター系のやつ。基本それが多いからね。うん。ああ、なるほどね、そういうのが。フォニーってあったな、ボカロの曲。何回やった？あれ？これ、これか。そう、これ。あれ、一回だけ？一回だけっすよ。すげえ記憶残ってるけど、一回だけなんだ。しかもそのぐるぐるメガネでしょ、やったの。いやー、そっか。いやー、もうあれもう本当に、なんて言うんだろう、もう見せれないっすよね、将来。もし俺が子供とかが出た時に、いじめられちゃうよ、あれ。今つけとく。え？これ？やばいっしょ。ぐるぐるメガネつけ。ぐるぐるメガネ。やばいっすよ。え、いい。あー、でもフォニーか。細かく解説してほしいんだ。そうなんだ。もっと高音が出せるかやつ。なんか一曲通してみたいな感じで、ね。あー、すげえ、これね。まあ、全然見えねえじゃん。でしょ？俺これでよくやってるよ。こう見えるっすよ。一応これ穴を開けてくれてるんですけど、全然見えないですよ、うん。もうこれいつも見てるやつでしょ。そう。でもこの好きなんだけど。ペンペンなーとかやりましたもんね、これね。やったやった。すげえなー。やばいやばい。この見た目が好きなんだよな。ハルさんもね。うん、そう。僕は好きなんだけど。やりづらいしね。見えねえし。見えないから、いつもだから、その、画角もどこに入ってるか分かんないからね。そうそうそう。そうなんですよ。はい、ここでいいっすかとか言って始める。そんな感じっすよ、本当に。ね、いや、だからこの生配信とかも、うん、今こうやってやってきてるんですけど、うん、そう、なんか、一旦なんか今案として出てるのは、いったなんか不定期とかにして、はいはい、そう、うん、なんか違うこと、うん、なんかやることをなんか見つけてやりたいねとか、そうそうそう、そういう話も出てるんですよね、うん、今ね。そうそう。そうだなんか生配信やるんだったらまた、なんか違うものをね、機会の時に。ああ、そう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 、そう、そう。だから別にやめるってわけじゃなくて、うん、なんかこう、わかる、なんかイベントがある時とか、はいはい、なんかその、そうね、なんか節目とかでやるみたいな、うんうんうん、ね、うん、とかにしようかななんて今。思ってますね。そうそうそう、毎月じゃなくてね。うん、そうなんですよ。うん。いやだからね、いや、どうした方がいいかなっていうのはありますよね。うん。そうなんですよ、ね。ああ、ありがとうございます。生配信では歌われないんですか。うん、ああ。生配信でね、歌う人いますよね。あ、歌う人も結構いますよね。うん。歌手ですよね。歌手の人とかね。そうですよね。うん、歌手じゃないんですよね。だから、うん、そんな聞くに耐えれないですよ、多分。発声の参考になる何かぐらいぐらいです、ね、僕はもう、僕なんてもう、はっきり言って。そう、だから、いやいや、僕はだから、うん、ほら、個人でも一応、そういうチャンネルとしてやってます。だから、僕が歌が、うん、そう、あれだから、歌うまくなるためのチャンネルみたいなのをやってますけど、うんうんうん、そう、今後ね。はるさんって、なんかやりたいことないんですか、うん、あ、今後、うん、うん、まあ、めっちゃちっちゃいことでもいいんですけど。2024年、うん、さっきの俺の名前覚えてもらいたいとかでもいいんですよ。そんなんでもいいんですよ。あ、そうね、うん。名前覚えてもらいたいは実際あるし、あとは、うん、ああ、いや、でもなんだろうな。ね。なんだろうな、ちょっと考えとこう。ね、だから、そう。うん、リッチとしてね。だから、そうなんだよな。なんか、まあ、案件とかもやっぱやっていきたいなって思います。だからもし、うん、これ見てるんで、社長さんとかいらっしゃるんだったら。社長さん案件をください。くださいっていう感じですね。案件とかもやっていきたいです ね。ああ、なんかそういう意味だと、そうだね。普通の撮影じゃなくて案件、あと、うん、まあ、コラボとか、ああ、も、機会が増えると嬉しいなとは思ってるかな。そうです。基本的に僕らで全部やってますもんね、今。一、ね、回だけね、ミーナさんだよね。ああ、そうね。コラボしたのって。うん、そう、僕ら一回だけなんですよ。本当にコラボしたのって。うん、あと多分全部二人でやってきてる。うん、から、うん、そういう意味では、そっか、そこは、なんか、勇気っていうか、自信にはなってるんですけどね。自分たち頑張って。なんて頑張ってるなっていうのは、そう、ここまで。15万いったんですよね、うん。あ、そうなんですよ。そう、ありがとうございます、本当に、最近。YouTube のね、うん、チャンネル登録者数。そうそうそう。うん。そうっすね。あ、20万とか行きたいっすね。チャンネル登録者で言うんだったら。あ、そうそうそう。2024年。うん。うん、今年中に20行きたい。行きたいっすね。うん、そういうのとかも。うん、もう皆さんのお力添えがもう絶対必要になってくるんで、本当にお願いいたします。うん。あ、なるほど。サラリーマン向けの、今から年末の会社忘年会に向けたカラオケ特訓ショート。今から年末の会社忘年会。すごいな。もうこっから準備始めるんですね。だからちょっと割とガチだね。ガチ。
で、まず、なんかあれじゃないですか、4月だから、なんか、なんていうの、その、入社の、あれが会がありそうじゃないですか、まず。わかんない。俺、社会に出てないからわかんないですけど。新入社員会みたいな。新入社員で二次会で歓迎会か、うん。歓迎会みたいのがまずありそうっすよね。ありそう。そう。だから、でもカラオケっても行くんすね。カラオケありますよね。ね、うん。あ、そういうところで歌えるやつか。わかるわ。それ悩んでレッスン来る方っていらっしゃいますね。あ、そっか、うん。レッスンでもね、カラオケで歌えるようになりたいっていう。うん。なんか付き合いでカラオケ行かなきゃいけないから。か。いるわ。そう。それこそ、来年度から弁護士になる方がいるんですよ。うんうん、生徒で。別に名前も何も言わないですけど。うんうん、そう。で、やっぱり、その弁護士事務所がカラオケ好きなんですって。みんな、そう、だから、職種を選ばないなと思って歌って。で、やっぱりその方が、苦手で歌が、うん。はいはい、はい。で、やっぱ絶対生かされるから、うん、っていうので通われてますよ。へ、そう。だからそういうスタートもあるんですよね。そうね。うん。ね、いやそうか。そう年末に向けてね。うん。そっかそっか。まあでも実際に、年末に向けてすげえ歌上手くなりたいとか言ったら、今から始めても遅くはないっす。うん、あ、早くはないっすよね。全然全然。ね、全然全然、うん。もう全然ちょうど、もう、いいタイミングじゃないですか、なんだったら始めるのは。うんうんね、僕らのショート動画でやるうんぬんじゃなくて、はいはい、そのボイトレっていう意味では。あ、そっか。そうですね。うん、いろいろ出てますからね、うん。そう。いい動画もいっぱいありますよね、だって。だから、うんうん、そういうの見て勉強になるし。うんうん、そうだから一応、なんか毎月の目標みたいな回だったじゃないですか、ここに。はいはい。あ、そう、今公式 LINE になっちゃってますけど、うん、そう、だからあれだって、一応月で、まずは何この、歌詞を理解するとか、わかる？そんな、そんなやつでしたよね、うん、あれね。大した大した。年末に向けてなんか多分、1ヶ月の目標みたいな ね。毎月毎月書いて。書いて、誰も気づいてないって。ショート動画で全然見えない。そのカメラの場所も考えろよって話ですよね。ほんとね。ほんとそうっすわ。そう、ここなんか誰か気づいてくれるかなって思って、ちょっとやってたら、一人も気づかれなかったですね。いや、うん。あ、なるほどなるほど。声低いんですけど、カラオケで高い声が出ません。ボイトレ方法を教えてくださいっていう。ああ、なるほどね。そういうとこだ。え、だから僕らがボイストレーナーだっていう認識はあるんですかね。あ、そもそも？そもそも。だからこう、まさかこう、今結構ボイトレの質問が来てるから、おーって思って、ちょっとびっくりしました。うん。そう、なんかもっとお笑い系のあれが来るかなと思ったら。うん、いや、お笑い芸人だと思ってる人もいるかもしれない。いや、いますよ、ね。だから、M1 とか、はい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 、そう、もう全然、うん、M1 出ないんですか？そう言われましたよ、やっぱり。うん、コメントとかでもいろいろ。さすがにね。いや一ボケ一ツッコミで終われるんだったらね。それで入れるんだったら一応気持ち頑張って入れて、その一発にかけて出ようとは思いますけど。そうなんだ。もう、なんかだから、M1 とか長いでしょ、うん、キングオブコントとか。やっぱ5分とか4分とか見せなきゃいけない。はいはい、それだとちょっとなんかボロが出ちゃうから。うんうん、だから、なんか一ボケ一ツッコミ1グランプリみたいなのないんですかね。その一発のあれで、そう、勝ち上がれるかどうかみたいな。そう、もう、テレビとかひどいことになりますけど。そう、だから、あ、でも、ショートコント1グランプリみたいなないですもんね。ねえ、あったらね。ねえ、そう、キングオブコントも長いじゃないですか。はいはいはい。コントは。確かに、ね。ショートコントみたいなないから。うんうんうん。確かに。そう。じゃあ、ショートコント1グランプリみたいな、万が一できたら、出てもいいかなって思います。うん、そっか。万が一できたらね。絶対できないから大丈夫です。うん。いや、もういよいよ俺が何やりたいのか分かんなくなっちゃう。彼はもともとお笑い芸人。あ、もともとそうそうそう。そうね。はい。うん。そう。僕は全然違うので。いやだからなんか、無理してやってるわけじゃないからね。全然あれを。うん。逆に女性が男性曲歌うときのキーの変え方。なるほどね。確かに確かに。ただただ下げ、低い曲歌うとむずいですもんね。うんうん。そうっすよね。何度ぐらい上げるといいのか。とかね。そういうの。下げるといい。あ、そういうのは確かにね。うん。え、それどうやればいいのそれ、じゃあ、助走すんの俺が。すんってやられちゃう。つい次の動画でスワイプされちゃうから、これ。そうか、2024年は純子を出すっていうね。純子は。セーラー服を買ってきて。いやー、純子。ね、そういう、ね、だから女性のパターンの時に、それをやるってことね。それああ、なるほど。あじゃあいいよ女性曲。マジで言ってんのか。確かに、スンってされるな。だから見るに耐えれないよな。やば、ちょっと。そうそうそう。
やばいなあ。でも確かに、そういう、あ、ごめんなさい。確かにそういうとこまでちゃんとやったってのは、いなくないですか、そういうのね。うん、ちゃんと女性の役やるときは女性、あ、女性曲やるときは女性の役やるみたいな。それは確かに面白いなぁ。うん、そういう気づきが得られてしまったね。はい、面白おかしく楽しみながら、こういったの学べる素晴らしいチャンネルじゃないですか。うん、ありがとうございます。そうか。うん、じゃあこのままでいいの？そうか。このままショートでいいのかな？そうか。まあそう思ってもらってるっていうのはありがたい。ああ、チャイムが。チャイム鳴りましたね。鳴りましたね。ボイトレ Q&A か。あれ、もうちょこちょこ出てませんでしたっけ？これ。ごちょごちょごちょ。ああ、なんか、あ、そっか、だから、いろいろ、さっきのじゃあ、質問みたいなのに答えていけばいいってことですか、うん、今から10分間ですね、ボイトレ系の。これなんか上の方にも来てるんですかね。あ、これ。そう、この間なんか俺、ね、あれでしたよね。あ、そんなにか。あ、ちょうど見れるところか。ちょうどこのぐらいな感じだ。はいはいはい。うん、なるほど、なるほど。そうね、そうね。質問的なのあります？声変わりして間もない中学生に向けたボイトレ。あ、声変わりしたんですね。じゃあもう終わった、終わったんですね。終わったー。あー、なるほど。じゃあ高い声が出なくなってる状態ですよね。あー、向けたボイトレ、なんか需要ある、あ、のではないでしょうかってことか。あー、あー、まあ動画とかか。そっか、うん、うん、多分だからもう変な話、地声の感じでガーって上までいけてたと思うんですよ、うん、地声、あの、この声変わりする前、うん、で声がした後ってなると、それだと厳しくなってくるんですよ、うん、歌うのが。そうね。完全に。うん、だから、まあ、ばーって言えるのは、だから、まず裏声上手になりましょうっていうところがあるじゃないですか。うん。うん、そう。ね。そうね。そう。なんか声変わり、声変わりして間もないか。でも、うん。うん、でも今言う通りですね、うん。うん。そう、そういう練習をしていくのは。そう。だいたい2の4番あたりから、インフォね。うん。ラの4番手前ぐらいまでの、ところが、地声でいけてた。いけてた、そう、いけてたから、そこで行くんだよな。大体どうなっちゃうんですよ。だから、そのぐらいの年の子に、あの、その音域をミックスボイスで出せるみたいな。動画、うん、あ、そういう動画もね、あ、ね、そうこうやって軽く歌うんだよって、ああ、なるほど、みたいなのが必要だったり。なるほどね。が、うん。まあ言うてもね、中学生で、声変わり後っつってまだ変わりますよね。ああ、そうっすね。うん。そう。もっとそっか、太くなってくるもんな。形ぐらいまでは、ちょっとずつ変わるって言われたりするんで。でも今のうちからね、そう、ほんと裏声歌、なんか使う癖つけとくのはすごくいいかもしれないですね。そうですね。うん。そっちの筋肉がすごく強くなっとくのはいいと思いますよ。そうそうそう。うん。地声、声帯がね、太ってきちゃって、地声が強くなっちゃうんですよ。今どこでしたっけ、ごめんなさい。ああ、今この辺で、ああ、そうか、この辺もちょっと読んでたから、はいはい、声低い人の高い声の出し方。ああ、これもだから、そうですよね。やっぱ裏声とかをまずやっていくっていうのは、大事ですよね、うん。だから最初なんか全然、なんか強い声を求めなくていいですよね、高いところで。うん、強くなくていいですよ、別に。そう、うん。もうなんか弱い声でもいいから、そう、まず裏声を出すっていうのは、うんうんうん、すごく、あの、簡単な言い方をするとね、うん、それは面白いです。うわ、すごい、また来ましたよシンガーズフォルマーの練習をしてからというもの、うん、それがめちゃくちゃ楽になり、あ、いいじゃないですか、うん、うん、フォルマントの練習をしてから女性キーだとフリップするようになりました。フォルマントの練習っていうのはちょっと分かんないが、うんうん、練習してから、これがシンガーズフォルマントの練習のことを言ってるのかな、ことなのかな、うん、うん、練習してから女性キーだとフリップするようになりました。ああ。ピアノミックスだとミーシャの愛の形。うん、形でも。ああ、はいはいはい。え、すごくないですか？なるほど。男性ですよね、うん、だってこれ。ね、すごいですね、ミーシャのこの歌、うん、歌えるって。シンガーズフォルマントって、ちょっと声出しやすくなるんですよね。はい。音抜けがするだけじゃん。そうそうそう。ね、うん。だから、すごく詳しい方ですけど。うん、シンガーズフォルマントっていうのは、うん、あの、リードボーカルの人とかが結構、入れてくる音のエネルギー。そうなんですよ。そうですね。これ難しい話ですけどね。うん、この辺の、あれも出てくると。周波数のとこですよね。うん。そうだ、まあまあ、あの、音抜けする場所ですよね。すごく。そう、耳に強く聞こえる。うん、そう、周波数のところの出す練習ですよね。そうですね。うん、あ、だから、それこそミックスボイスっていうのを作っていくためには必要なものになってくるから。そうそうそう。うん。そうそう。あ、だから、その、変な話、だから裏声、ただ、か細い裏声になっちゃってる時っていうのは、そこがあんまりまだ入ってない状態なので、うん。そう。
で、まあまあそうですね。そこを作って、そっからそのシンガーソウルマンだったのが入ってくると。うん。そう。もっとこう、なる声っていうんですか。そういうのが、取れるようになってくるんでね。うん。やっぱ声帯しっかり動かしやすくなるみたいなね。うん、感じありますよね。ありますよね。シンガーソウルマンっていうやつね。僕下でもそんなに違和感ない。うんない曲と違和感大きめの曲の紹介。ああ、なるほど。それはどう調べるかな。ああ、違和感がある曲とない曲ってことか。ああ、そんななんか例あるかな。ね。うん。ええー。その個人差にもよるな。なんか違和感か。歌ってもかっこいい曲みたいな。かっこいい曲ってことか。うん。一回なんか、ね、一回なんか自分のネタでオーバードーズやりましたけどね。あれ元々低いじゃないですか。はいはいはい、オーバードーズって、それをだから途中からオクターブ上げて歌うみたいなのはやったことありますけど、でも全然曲調変わりましたから。じゃあ、あんまないかもしれない。あんまりなんか違和感はあったかもしれないですね。だから。そっか。うん。そう。ね。ああ、逆に自分が高いんですって、うん。タイプなんですけど、そういう人に向けた上達方法を教えてください。逆に自分が高い。自分が高いタイプの上達方法。てなーってことですかね。なんかそういう悩んでるか。ことですよね。うん、どうなっちゃうかですよね。うんうん。うん。それがだからわかんないです。これで普通にもう入れてます、上までっていうんだったら、もしかしたらもう天然でミックスやってる可能性も全然あるんで。そうそう。地声っていう思ってるけど、普通にもうこうやってつなげて出せちゃってる可能性もあるので、うんね、このメールだと。そう。今どんな状態かがわかる。そう、これがだから何、うん、なんか届かなくなっちゃうのか、うん、途中で苦しくなっちゃうのか、ひっくり返っちゃうのかとか、うん、そういうのでもよりますね、うんうん。うん。あ、お二人は喉を痛めたら病院に行かれますか？今一週間ぐらい痛い。あら！ああ、行った方がいいよ。行った方がいい。こんな我慢しない方がいいですよ、うん。絶対に行った方がいいと思います。で、これ、風邪とかだとしても、全然普通に行った方がいい、うん。行った方がいいと思いますよ。そう。ここはもう全然ケチるとこじゃないですね。うんうん。うん、痛いっていうのが、例えば声がむっちゃ低くなるとか、うん、そんな状態だったらなおさらすね。うんうんうん。うん、声帯自体が怪我してる可能性。はいはいはい。ヒリヒリとかよりも、まず。え、だってこれ、いや、そうですよね。うん。一週間ぐらい痛いだって。だからこれな、怪我してそうじゃない？ああ、うん、痛いんだ。一週間だよ。だから風邪だったらちょっと。そうか、そんなになんない。そうな時期ですね。ああ、そうっすよね。うん。二人が喉痛いの病院に行きますね。僕ら行きますよね。もうすぐ行きますよ、耳鼻科。そう。もう、すぐ行くし、超質問するけど。嫌なやつっすよ。だから、すげえ質問攻めにしますよ、先生よ。で、内視鏡、内視鏡こうやって鼻から入れてる。これスマホで撮ったんですよ。そのぐらいやりますよ、だから僕らは。本当、僕らって言っちゃいましたけど、僕はね、うん、僕は結構質問攻めにしちゃうぐらいやるんで、うん、多分先生は嫌がってると思いますけど、うん、そう、でもそのぐらい、ナーバスですよね、そういう、こういう、そういうとこに関しては。あ、うん、そうね。そう。結構、行きます、行きます。だから、見た方がいい。見た方がいいですよ。見た方がいいね。うん。高音出そうとすると声が大きくなってしまう。あ、来るかな、うん、うん。声大きくしなくても高音出せる方法。ああ。そう。だからさっきのそのシンガーソウルマンと、みたいなところが使えると、確かにいいかもしれないですね。うん。怒鳴ってしまってる可能性が、ね。性が高いってことですよね、うん。声が大きくなるということは、まあ、その傾向がある可能性が高いです、ね。僕らの動画で、なんか、口がうわーってジュン君が開いてるやつをこう押さえたりとか。そうやってる。あ、あれとか分かりやすいですね。やりやすい、やりやすい、やりやすいよ。うん、ああ、あとはなんだろう、声大きくしなくてもこう、ほら、俺がこう泣いたやつあったでしょ。なんかなんかとか。ああいうのとかもすごく効果的ですね。うんうん、叫ばなくなるから、はいはいはい。そう。あ、だから、そうか、そういう意味ではショート役に立ってますね、あれ。そうね。ああ、うん。そう。そう、皆さんの癖に合わせ、合ってる動画を探してもらう。そう、そうだ。そうだ。だから、合わない人もいるんですよね。いるいるいる。動画によっては、だから。うん、そう、その人らなんか、その逆の影響になっちゃう可能性もあったりするから。そうだ。だから、曲で、ボイトレするやつ選ばないで、そう。ジュン君の。俺、このタイプ、このタイプを見たわ。ビフォーの発声を見て、あ、これ自分だわ。あいつあんな責任あるやつだったんですね、じゃあ。俺、今日、結構適当にやってましたけど、そうだ適当だ。そうだ、そうだ。あいつの、状態で自分と近いかどうかってことですよね。そうそうそう。そ確かに結構誇張しちゃってますけど、うん、そう、でもなんか似たり寄ったりは絶対あるから。そうそうそう。うん。だから、一番ベタなのが、声が俺が大きく叫んでるのか、うんうん、
でもなんかもうその最近言ったら、ほいけんたんすかっていう、あの、あーってこうひっくり返るやつね、うんうん、そうとかなっちゃってるかとか、そういうのでも全然違うから。うん、全然違う。全然違う。うん、あ、で、それで、よって、その人の、だから逆の人が見ちゃうと、もうね、悪影響するね。そう。あれをね、うん、そうそうそう。だから気をつけた方がいいんですよ。うん、好きな曲じゃなくて、この人の走りだからね。そうっすね、うん。確かにそうだわ。気をつけてください。うん。うん、あ、でも初見の方とかもいらっしゃいますね。あ、ありがとうございます。はい。はじめまして。すぐ行くんですね。あ、すぐ行くんですね。ためらわずに行くようにしますって。あ、病院。うん、ぜひぜひ行ってください、病院。ね。ねえ。いやー、そうっすね。あ、来ちゃいましたね。ちょうど。ました。質問ありがとうございました。ありがとうございました、皆さん。うん、もう今日チャットも盛り上がって嬉しいな。みんな書いてくれて。もう、うん、あれかな。今日でステーキ、あの、定期が最後だったから。だから今、頑張ってこだしてくれてるのかな。そうです、生配信は、ちょっと。それがただただ休みなだけか、うん、みんなね。そう、この時期だからね。今日ね。あ、この時間ね。はい。そっかそっか、夜やんの久々もしかして。あ、いや、あ、でも、あ、そっか、いつもでも土曜日だもんね。そっか、だから見れるはずだもんね。うんうんうん、そう、でも今日多いっすね。ね、ありがたい。ありがたいっすね。うん、いや、だから、いや、もう正直生配信だって、うん、なんかね、もっとあれがあればね、そう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 、うん。だからこういうので生配信してほしいとかっていうのあれば、もしかしたら、なんか続けるかもしれないし、とか、そういうのも、本当全然まだ決まってないんで、うん、いろいろ。そう、皆さんの僕らに対する意見とか、要望とかね、チャットで送ってください、ね。いやもう、うん、そう、あのキャラもういいとかね、全然あのキャラもうあのお腹いっぱいとかね、全然そんなんでもいいんですよ。そう考えれるから、そうすればいろいろ、うん、そうですね。うん、うん、お、ジュン君のショートを見てるって。ああ、ありがとうございます。生配信に参加できて嬉しいです。ああ、嬉しい、ありがとうございます。うわー、そうだそうだ、いやいやね、いやいや、だから公式 LINE とかも、うん、なんか今のメニューとかでいいのかなとかっていうのも思ったりしますけどね。あー、ガチ相談ですけど。ガチ相談だね。ガチ相談ですけど。公式 LINE 皆さんご登録いただいてますか。そう、ご覧になってる方は公式 LINE の通知見てとか。あ、でもそうじゃなくてフィードが。あー、そうか。で、一旦どうします？ 10 分くらいかけてここにバンってやりますか？10分サボりますか？こいつを。あの、輪行パッド貼れるっていうね。今こんなあれなんですね。そうそうそう。俺、ハルさんよりももう全然アナログ人間だから。全然わかんない。あ、違った、ごめん。え？貼れないの？うん、あの、俺の公式 LINE だった。あ、まあ、それもそれでいいんですけど、全然。俺の公式 LINE 来てもしょうがないですね。いやいやいや。あ、夜の配信の方が人集まるかもですね。あ、そうね。まあ、そうだね。それそうですよね。うん、そうそうそう。あ、その昼ちょっと続いたか。うん。確かにね。そっかそっか。いや、嬉しい。いやー。ねえ、ね、うん。いや、皆さん、ねえ、皆さんのほら、2024年も気になりますよ。来年度、うん、来年度も。皆さんどうですか、はい、どんな、あさってから新年度なんで。そう。ね、生活変わる。変わる人とかいれます。引っ越しとかね。あ、そうそうそう、する人とかいらっしゃったりするんかな。うん。うん、なるほどね。あ、うん、裏声出さなくても裏声の筋肉を鍛える方法を教えてほしいです。あー、なるほどね。裏、そうそうかね。だから裏声っていうのが、下手したら、うん、その、ふーっていうものだけが裏声だと思ってるんだったら、あ、まあもしかしたらそう、あると思いますけど、うんうん、そう。でも、なんだろうな、まあ。そうね。ちゃんとそうね。高音っていう。高音っていうね。ことになるとね。うん。そうか、そうか。いやいやいや、あ、シャルルが歌えないのを風船に当たるの好き。あ、あ、嫌いのやつだ。嫌いのやつか。嫌いって言ったやつですよね。そうそうそう。あー、あれ好きなんだ。横が書くのじゃん。嬉しいっすね。うん。だからもう、まあ、極端で、もうだからそう、曲を嫌いになるっていう動画ですよね、あれ。はいはいはい。あー。あれ、そっか。ああいうのもいいんだ、うん。なるほどな。あれこそ、本当はね、だからほら、僕らって、うん、もう、ショートの人間だから、うん、結構これも本当話してるんですけど、そう、だから人間味がわからないと。どういう人間なのかが僕らがわからない。はいはい。そう、そのショートだけだと。で、うん、なんかちょっともっと自分たちのこと知ってもらいたいな、中身をっていうので、うん、生配信もそうですけど、はい、横画角みたいのを長い時間見せるっていうのは始めたところはあったんで、うんうん、そうだから、なんかこういうね、そう、横画角も面白いっていうのは
嬉しいですね。嬉しいですね。うん。そう。そっかそっか。ね。キーマイナス5で歌うのと、うん、プラス7の奥下で歌うのだったらどっちがおすすめですか？これはカラオケの設定の話をしてるのかな？キーマイナス5で歌う？同じキーってことでしょ？ああ、はい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 。ああ、いや、でもどっちもあれだな。カラオケの音源がどうなるかって、ね。ああ、それもともとがすごく低いあれなのか、高い曲なのかとか、でも全然ありますよね。だからすごいもともとが低い曲。で、そっからね、グッて言うとすごい暗い感じの、ね、曲調になっちゃうっていうのもあるから、そういうのはなんか上げて、下を歌った方がいいかもしれないし、はいはいはい、それでもともとがすごい高い曲あるじゃないですか。うん、それこそじゃあ今でいうボカロ的な曲とかになってきたら、それ上げちゃうともう本当キンキンになっちゃうから、それだと今マイナス5をそのまま下げて、そのまま歌った方がいいかなって思います。だから多分それですよね。曲、もともとの曲の高さ。うん、歌い方は同じ気になる。そう、同じ気になるから。あとはどう聞こえてくるかなんで、その曲が。うん。あ、青が嫌いなんだよ。そっか。え、ね。アホですよね。青ってそう、ね、だからコップにも当たってた気がする。そうそうそう。あ、だからあのぐらいなんか振り切った純くんありなんだなっていう。うん。あれ別に全然俺あれ無理してないんで。ちょっと本心もありますからね、あれ。あ、本心もある。実際むずいみたいな。実際むずいし、イラッとしてるのがあるから。だから全然、あのキャラで良ければ全然あれ普通っすよ。もう、全然。普通っすよ。風船に当たったりね。なるほどね。あ、カラオケでいつも歌うような好きな曲はキー高いんですよね。ああ。あ、だからまあ、最初でも無理して、だから本当になんか、元気っていう言葉がもうすごいみたいになっちゃってるんですけど、うんうん、全然なんか最初歌えないんだったら、元気キーじゃなくても全然いいと思うんですよ、僕は。歌いやすい高さまで下げちゃって。そう、下げちゃって全然いいと思いますよ。それで全然いい声で歌った方が全然いいし、で、なんかボイトレ的に練習していくのは全然いいし、うんうん、そう、1音ずつこう上げていく練習をしていくのは俺は全然いいと思いますけど、うん、なんか原曲キーで歌えないからカラオケじゃなしは俺はちょっと寂しいですね。うん、そう、だから今歌えるレベルのところにまで下げて楽しんでもらいたいなっていうのはすごくある。うん。うん、で、まあ、発声技術だんだん上げていって。そう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 。で、なんか、後々原曲キーになったらね、それはそれでいいし。で、成長するっていう意味でも、その方がいい可能性は、うん、はいはい、早い、急がば回るかもしれない。そうですね。ね、そう、うん。出ないのに無理して原曲キーで頑張ってても、多分ね、なかなか成長しないっすよね。うん、無理な発声をずっとするだけになっちゃうから。発声の成長って上手なバランス保つことにあるんです。そう、それをいかにキープするかだから。うん、そう。あ、ちょっと真面目なこと言ってる。いや、真面目な仕事してますから。ボイストレーナーなんですよ、ね。ボイストレーナーですか。そうですよね。我々。僕らね。はい。はい。あ、リアイベですって。リアルなイベント。リアルなイベントね。うん。リアイベ開催して誰も来なかったらどうしよう。マジで。場所代とかきついな、マジで。リアルね。はい、どうも、ブリッジですって。誰もいない。それはそれで面白いから配信しましょう。ね、誰もいない、そう。誰もいないやつを見るっていうのは面白いじゃないですか。そう。だからリアルイベントはちょっと考えましたよね。なんかみんなに会いに行くみたいのは。ああ、ね、ね、うん、できたらいいよね。なんか、そう。それこそ、だからその学生に会ったじゃないですか。この間。あ、この間、ね、イベント、はいはい。で、なんか、あ、楽しいなと思ったんですよ。うん。いろいろ生の声、ね、そう、聞けたのは、うん。だから、で、それがこの間は、なんか、ほら、就職、うん、将来の夢で悩んでる人たちになんかアドバイスみたいなことでしたけど、はいはい、そう、なんか別にそれじゃなくたって、なんか自分たちに喋ってほしいものがなんかあるなら、うん、ね、別になんか僕たちツッコミの仕方とか何でもいいですよね、もうね。それで需要があるなら、ね。それでリアイベが。そう、だからみんなでツッコミしましょうみたいな。そしたら頑張ってボケますよ、俺。みんなでツッコんでもらって。俺やでも全然、いや、そしたら、もっとこっちの方がいいよ、みたいなね。そう。あ、専門桜、地声と両声、分かれすぎる回とか面白かっただって。あれか、ガナって。千本桜夜メンバー入れた。夜。あれ結構俺あるあるだと思ってるんですけど、うん。あるあるある。ね。ありますよ。うん、男子で原曲キーで行くってなると、もうああなっちゃう人って結構いると思ってるんで。みんなミックスの音域は地声だと思ってますからね、最初はね。そう、うん。
だからあの感じで入らないといけないって思っちゃってますもんね。うん、限界で落ちちゃう、ね。そう、落ちちゃうっていう。あ、で、それこそこの時の直し方が、あれですよね。ガッガッガッで、なんかあれ違ったっけ？でもなんかそんな感じでしたよね。うん。なんかガッ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 、そう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 。だから、高音出ないって人はすごく効く。うん。そう。あ、だから、千本桜に関しては、そうですね。だから、プルしちゃう人とか、プルって言ったら誰か。地声、地声で張り上げちゃう人は、ぜひ見た方がいいと思います。うん、あれは。はい。実際、アドさんの曲とか、解説難しいですかね。好きなので練習したいんですけど。一回、あの、この人が、あれなんだっけ、もうね、ワンフレーズワンフレーズ俺が流して、それを止めて全部解説するみたいなのをやったんですよね。やった、やった。うん、覚えてます？いや、覚えてる、覚えてる。そう。あれ、クソマニア、あれ、これ学ランの時でしたっけ？学ランの時、学ランの時。ああ、やってるわ。アドの解説ってそうなっちゃうと思いますよ。そう。うん、だそれぐらいすごいんですよ。いろんなことやってんすよ。あの、この中で。うん、なんか僕の中でアドさんを表現するときなんだけど、普通の上手なミックスボイスできてる人は自転車こげてる状態で、はいはいはい、で、アドさんは自転車こぎながらなんか、いやもうほんと、飛んだり跳ねたりみたいな。なんだったらもうね、体で回したりしてますよね。そうジャンプしてね。うん、で、芸術点も高いみたいな。高いみたいな。ことをやってる印象。とんでもないです。とんでもないですよ。そう。だから、ね、いや、変な話だからアドさんのことで言うんだったら、だからアドさんって絶対にこう純粋なミックスボイス。綺麗なクリーンな声でつなぐことをできた上でやってんの。うん、そうそうそう。そうだから、そう。だから、あれをアドさんを見て、例えば発声がまだできてない人が、真似すると危険なんですよ、あれ。危ないんですよ、うん。そうそうそう。だから最初は、こんな声で歌いたくないなと思っても、うん、一旦下から上までこう繋いで歌う技術、普通に歌えることが大事かもしれない。もしこう歌いたいんだったら。うんそうですね。そう、うん。そこからエフェクトかけていく感じなんで。うん、それが一個の、なんかいい方法。いい方法かもしれないです。うん、あの、これに応えるんだったら。うんうんうん、そうですね。あ、そう。自分になってる気にして歌ってます。前より少し気上げられるようになった時がめっちゃ嬉しいです。ほら。そうね。そう、うん、これ、この気持ちわかりますよ。めっちゃわかる。そう。リアイベするとして、東だけやと西の方の地域の方が見れないんですよね。あの、意外とびっくりしたのが、大阪多いんですよ、ねうん。大阪多いんですよ。僕らの、あの、フォロワーって。そうですよね。どの辺から見てる今。大阪の方って いらっしゃるいるんじゃないですか、ね、もう、こう、書いてほしいですよね。自分の地域を、ばーって今ね。そう、うん。そう。でも西俺多い気がする。うん。うんそう。つい最近行ってましたもんね。そう、大阪行ったんすよ。そう。初、人生初大阪、むちゃくちゃ楽しかった。ねえいや、むちゃくちゃ楽しかったんですよね。えむちゃくちゃ楽しかったんですよ、ね。うん、むちゃくちゃ楽しかった。なんでそういう、そうむちゃくちゃ楽しかった。たこ焼き美味しかった、本当に。あ、ね。あ、でも、大阪は、初めてだったんですよね。うん。大阪初めてだったんですよ。そう。結構俺びっくりしたんです、春さん。うん。だから2024、いろんなとこ行けばいいと思う。俺、個人的に。ああ、なるほど、ね。だって、俺、結構俺、ほら、沖縄とか、うん、結構好きだから行くじゃないですか。はいはい。でも、大体、あ、行ったことないです、行ったことないですっていう感じだったから、うん、あ、そっか、俺意外と行ってないんだな、春さんってなって。かなり行ってないっす。ですよね。北海道あるんでしたっけ？北海道はある。沖縄はない。仙台。ある。仙台は知り合いが住んでる。あ、なるほど。うん。なんかよく言ってるあるな。僕、仙台以外行ったことないかもしれない。あ、でもそういうことですよね。うん。あ、だから本当にそうなんですよ。知ってます？今、なんか日本地図で、色塗れるやつあるんですよ。へ、う、ぇ、ん。なんか、行った場所が。ね、住んだ場所5点とか、泊まった場所4点みたいので、こうね、塗っていくんですよ、色。へぇ。ボロ勝ちすると思います、多分俺。でしょ、うん、多分全然塗れないんですよね。うん、塗れない。面白いですよ。日本の地図になってて、それを塗っていくんですよ。へぇ、あ、やってみよう。そう。それ発表してほしいですよ、一回塗って。勝負しましょう。うん、勝負していいの？大丈夫？あの、もう舐めちゃいけないですよ、俺。言ったらほら、俺、キャンプとか、登山とかが好きだから、ね、いろんなとこ行っちゃうんですよ。で、登山って、あの、ありがたいことに、3軒とかまたいでるから。ああ。そう、ずるいんですよ。で、一回行ったら3軒で、しかもそこでキャンプしてるから。それ止まれんや。命張ってますから。命張ってね、そう、しょうがない、しょうがない。確かに。あれ塗るたびに命張ってますから。そうだわ、確かに。あれで4点稼ぐために命張ってんですから。そのためにちょうどいい。そう。だから別にそのためじゃないですけどね、でも。うん、あ、近畿民、関西ですって、やっぱ。近畿とか関西。あ、関西から見てます。多いっすね。そっか。アイマーメス、アイマーメスの動画見て、あ、
アイマンメスってやつか。うんうんうん、あの2期の、あの、なんだっけ、俺、風邪ひいてたやつでしたっけ、うん、あ、違う、なんだっけな。なんかやりましたよね、そんなやつね、いろいろね。疲れた状態で、疲れた状態で息を吹き込んだ時の方と。アイマンメスってやつでしょ。アイマンメス、アイマンメス。これね、うん、そうだそうだ。に、あ、2つやりましたね、確かに。うん、確かに。ああ、疲れた。あーってやつで、それやったやつだ。うん、へぇー。あ、にゃお、にゃお発声の時はハイラリーになる感覚なんですけど、やり続けは普通のミックスの声にも乗ってくるのでしょうか、それともなりやすい人となりにくい人はいるのでしょうか、うん、まあ、にゃおって、まあ基本的にさ、これハイラリーにしてやる音なので、うん、そう、それは全然間違ってなくて、うん、でそこからその響きを持ったまま下げていくとかいう練習もしたりしますね。にゃお、音楽したってに動かして。そう、にゃおとかにするとか。そう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 、うん。それは全然あります。うん、だなりやすい人となりにくい人は、あ、まあもしかしたらいるかもしれないですね。個人差はあるかもしれないですよね。でもね、なりやすい。なりやすいっていう、そう、そういうことですよね。ああ。うん。もちろんなんか人それぞれだからな。なる、音が鳴るじゃないのかも、もしかしたら。あ、これの意味が。ああ。あ、なりやすいがもしかしたらその、はろ、なんか下げれるか、下げれないの方か。下げづらいとか、あ、そのなりのことの方なのかもしれないってことか。まあ、それもそれであるかもしれないですね。うんうん、個人差はあるかもしれないです。下げやすい、下げにくい人はいるかもしれない。喉、ね、うん、上げちゃうの、高の癖の人とかだと、やっぱ意識的に下げないと辛かったよ、ね。そう。もうそうなんですよ。僕そうだったんだよな。うん、え、ハルさん？そう。めっちゃ喉上がんの癖だった。はい、ああ。歌はそうって思ってた。はい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 。まあなんかでもなんかあれですよね、ポップスとかって逆にハイラリとかの方が合ってる気が僕はしてて、うん、そのロックとかね。そう、なんか、そう、だからなんかハイラリがなんか全部 NG ってわけじゃないですよ、別に。そう、全然。それは誤解しちゃいけない。ああ、俺それは言いたいですね、うん。そうそうそう。ハイラリってなんかざっくりいいハイラリ、悪いハイラリってある気がしてて、そうですね。俺の場合だともう、あの悪いハイラリだともう、その上げ切ることに疲労しちゃうんですよ、一曲で。その地声を張り上げて歌うことで、うん、平圧する入られたの良くないですけど、うん、でも結構バランス取ってて、それでわざとトーンを明るくするために入らんにして歌うのは、うん、全然俺はジャンル的にはあれだと思ってるんで、うんうん、そうそうそう、それはなんか、うん、勘違いしなくてもいいかな、うんうんうん。全然俺はあれだと思います。もちろんなんか下げて歌う方が合うジャンルもあるし、そうね。そのジャンルに合わせて、こうとこう、自由にできるのが一番いいのかなとは。うん、思いますけども。なハイラリって言葉がちょっと割と一人歩きしちゃった感じがありますよね。そうですよね。そうですね。あります、あります、うん。で、確かに悪いって言われた時期はありましたもんね。あったあった。うん、ハイラリだとダメなのかな。ダメ痛いな、ね。上がってますか、上がってますか、ね、そうね。で、もう、なんかその無理やりローラリにしては、発声悪くなってる人とかいたじゃないですか。そうなんですよ。うん、そう。ね。だからなんか、ローラリが全部いいわけでもないし。うんうん、そうそうそう。ハイラリっていうのはですね。あ、ごめんなさい、そうですね。先生、お願いします。ここに喉仏があると思うんですけど、男性の場合はね、うん、もう喉頭っていう喉があるんですけど、はい、これ上げたり下げたりできるんですよ。うん、これが上がった状態で歌ってしまう。だから、なんか、唾とか飲むとわかります。みんなグッて上がると思います。そう。その状態ですね。うん、その状態で歌う。こういう状態とか、ハイラリの一つ。うん、そう。そうそう。だからそれが、それでなんか歌ってて苦しくなったりしてるんだったら問題だと思いますけど、うん、でももうニュートラルで楽にそうやって歌う人いますもんね。そうなんですね。全然。うん。うん。だから、それだったら別に。うん。ね。そうそうそう。でもやっぱ、あ、地方、あ、近畿しか来てないですけど、一応今2票。近畿関西なんで、うん、今 100% で関、あの、西から見てるって感じで。あの、もうデータ的にはだって2票しかないから。100西で見てるっていうことです。多分そんなことはないです。いろんなとこから見てくれてる。そう、しょうがないですよね。今僕の目に見えてるのはもう、近畿と関西しかないから。うん。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ね、本当、でも嬉しいですよね。ね、なんかリアイベとかできると面白いかも、ね。だからどういうものをやったらいいんですかね。リアイベをやるとしたら。だってボイトレじゃないんじゃないかなとかも思うしね。そう。そうなんだよ。うん、普通にもうなんか喋りに行くのでも面白いのか。うん、一緒に。そうね。うん。な、昼食会とか。ね、マダムみたいな。フレンチの、マダムの何かのお勉強会みたいな感じ。絶対この学校やだな。お誕生日席に並んで座りましょう。ああ、なるほどね。確かに確かに。なあ、面白いな。そういうの。それでも、そういう事情があるならね。あ、あるならやります。全然、あるなら。嬉しいですよ。その美味しいものだから。そうなんで。
なんかイベントの司会とか、ね、うん、そういうのもあったんですね。ライブとかね。だからなんか、うん、そう、フェスとか言ってましたね。ちょっとふざけてたけど、ブリッジフェスみたいなのやったら、みんな出てくれるのかなみたいな。だから誰も来なかったら、もう僕ら歌わないといけなくなりますからね。大変ですよ。うん、誰もいなかったら。誰もいなかったら。誰もいなかったら僕らがただカラオケして終わりですからね。歌うんだ、そこは。責任持って。誰もいないところで歌うんですよね。誰もいないところ。そうよ。そう。とか、ね。場所取っちゃってんだ。あとなんか学校回りたいなとか。ああ、そうそうそう。そうそう。やっぱり、こんな格好もしてるし、うん、あと10代の方が多いから、うん、そう、学校でなんかイベントやったらいいな。ああ終わったの？終わってしまった。そうか、ありがとうございます。いいですね。じゃあ、今日はでもいっぱいいただきましたね。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございます。楽しかった。はい。で、一応、まあ、今回で、一応この生配信は、定期的な意味では、一応最後のつもりになりますんで、はい、ただ、不定期で、ね、ちょこちょこやっていくことにはなると思いますので、その時は、LINE とか、あとはなんか発表、SNS で発表して、していきますので、はい、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。それでは、2024年度、もう皆さん楽しんでいきましょう。はーい。バイバーイ。ありがとうございました。はい、じゃあねー。バイバーイ。バイバーイ。